ブーシーリスを殺すヘイラクレイス。イタリア、ブルチから出土した前4 8 0年頃のアッティカー海式カルピス。ニュンヘン、州立古代美術博物館所蔵。ブーシーリスはギリシア神話の人物である。長母院を省略してブシリスとも表記される。エジプト王エパポスの娘リューシアナスサトポセイドウの子でアムピダマースの父。ブーシーリスは残虐なエジプト王で、 異国人をゼウスの生贄にしたが、ヘイラクレースに退治されたとされる。このブーシーリスの名は明らかに、エジプトのオシリス信仰の中心チブシリスに由来している。エウリーピデースはサチュロス劇、ブーシーリスを書いたが散逸した。エジプトが長い観作物が実らなかった時、キュプロスから預言者プラシオスがやってきて、毎年ゼウスに異国人を生贄にすれば作物は実ると告げた。 そこで、ブーシーリスは早速その預言者を殺して、イケニとし、毎年異国人を殺して、ゼウスに捧げた。ヘーラクレースは、ヘスペリスの黄金のリンゴを取りに行く、冒険の時に、エジプトにやってきて、ブーシーリスに捕らえられた。しかし、縄を引きちぎって、自由となり、ブーシーリスとアムピダマースを殺した。 ヒュギーヌスによれば、予言をしたのは、ピョグマリオンの兄弟の子トラシオスで、トラシオスは、予言を証明するために自ら犠牲になった。またブーシーリスは、異国人を殺し続け、それを知ったヘイラクレースはわざと囚われて、ブーシーリスと神官たちを殺したという。シケリアのディオドロスによれば、ブーシーリスはアトラースの娘たちヘスペリティスを手に、入れようとし、海賊たちにさらわせた。 しかしブーシーリスは異国人をイケにしていたためヘラクレースに殺され、ヘスペリティスをさらった海賊たちもヘラクレースに退治されたという。ありがとうございます。